はい、どうも、タナのガリ弁です。お願いします。お願いします。はい、今回はですね、たびたびコメントとかで見るんですけども、はい、なんか皆さんがちょっと僕に対して英単語帳が持ちすぎじゃないかっていう、あ、確かに書かれているのありますね、はい、はい、でそういう意見があるので、ちょっとその辺を今日ちょっとせっかくなんで僕の持ってる英単語帳全部ご紹介して、はい、まあ、もし受験生とかで、あ、これいいなと思ったら使ってもらいたいとか、なるほどなるほど、はい、動画撮っていきたいと思います、はい、それで今回もあの田中さんには来てもらってるんですけど、役割としては一応僕の会話補助っていう、はい、いやいやいや、僕いつからそんな担当になったのか分かんないですけど、やっぱ僕一人だと会話がもううまくいかないんで、はい、会話する必要ないんですけど、あの、はい、喋りがうまくいかないんで、喋りの補助ということで田中さんに来てもらっています。単語帳見せていただいてもよろしいですか。あ、分かりました、はい、田中さん、あの準備不足で、はい、あの単語帳がちょっとどっかにバラバラにちょっと存在してるんで、ちょっと探していいですか。はい、いや全然いいですけど、それはそれでもう勉強してないやつが何個かありそうですけど、はい、はい、あ、結構ありますね。あ、そうですね、結構ありますかね、はい、これ、はい、ええ、ちょっと待ってください、いやもうまだあるんですか。ちょっとまだあったと思うんですけど、すいません、ちょっと、いやもう結構ありますよ、もう。いや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 、すげえガサガサ今、はいはい、という感じで今ちょっと持ってきました、全部。じゃ、え、ごめんなさい、何個あるんですか、まず。まあ、10冊以上ありますね。はい、並べましょうか。はい、こんな感じでテーブルいっぱいありますね。なんか気になるものとかあります？あー、なるほどなるほど。まあちょっと僕ね、受験勉強を全然したことないんであれなんですけど、はい、まあ、まずこの端っこにあるこのワンちゃんの、ワンちゃんのなんか2つ、なんか緑と青が、そうなんです、これまあレベル別に分かれてるんですけど、はいはいはい、まあ語数順というかレベル別というか、はい、こっちが1400語、こっちが1900語っていう、はいはいはい、これおなじみのターゲットリーディング、あ、ターゲット英単語ターゲットっていうのが、はい、もう受験生なんておなじみなんですけど、ああそうなんですか、はい、あの早稲田最近受験始めたゆうこりんも使ってたターゲット1900、はい、小倉優子さん、はい、もう使ってるんですか。使ってますね、はい、それのこれはあのリーディング版っていうやつで、はい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 、とあんまメジャーじゃないんですけど、はい、このもう受験生におなじみのこの速読英単語ちょっと僕は分からないですね、はい、あ、そういうのあるんですね。もうみんな知ってます、これ受験生認知率多分 100% に近いんじゃないかなぐらいの、はあ、るんですけど、これ僕がもう現役、はい、僕がもう十何年前に受験した時もからありましたからね、これ、うん、あ、そんな、はい、もうなんか右に上に7第、そう、はい、もう回転版第7番なんですけど、すごいっすね。そう、これも画期的で当時、うんうんうん、あの長文を、うん、ちょっと見てもらったら分かると思います、うんうん、長文を読みながら単語を覚えていけるみたいな、はあ、なるほどなるほど、すごっ。これ田辺さんもう何年もやられてる。それはあんまりやってないんですけど、やってないですよ、そういうのもあります、正直こんだけあると。ただあの当時、うん、すごいやってたんで、うん、買ったんですよね、懐かしくて懐かしくてかい。こっちも同じシステムで長文ありながら単語を覚えていくパターンです。ちょっと見せていただいてみます。はい、一緒ですよ、構成結構。でもなんかちょくちょくこのなんていうんですか、田橋さんがこの丸とか、はい、なんかその線引いてて、はい、多分苦手なのかとかがあるようなのが何個か。そうですね、それはなんとなく苦手なやつ、はい、例えばちょっと僕ごめんなさい、このもうこれが読めない、 YIEU、 これ僕もあんま読めないですよ。毎回この発音難しい、 YIEARD みたいな、 EARD EARD もたらす、ちゃんと単語帳として使っているのと、ほんとこの鉄壁と、はいはいはい、あと、もう一個あったんだ、はい、もう一個あったこれですか、家族、違います、それは家族用で、もう一個あったんですけど、まだあるんですか。あの、参考書紹介でも紹介させてもらったんですけど、ありました、ありました、はい、早慶上智の英単語ありましたね。早慶上智の英単語、はい、ほぼ単語帳純粋に単語羅列してあって、はい、覚えるために使ってたのは、はい、この鉄壁さん、鉄壁さん、鉄力界の、はい、これも東大受験生とか、まあ、受験界で有名ですね、これも、はいはいはい、結構語数多いんですけど、大学受験にしては、はい、
鉄壁と、あと補足として、はい、総計上智のエタンっていう、うん、これは後半見てもらったらちょっと分かるんですけど、うん、まとまってるんですよね。結構その出やすいところ、狙われやすい単語が、はい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 、意味をたくさん持ってる多義語が載ってたりとか、うん、はいはい、例えばなんだろう、フルーツっていうね単語あるじゃないですか、はい、果物以外にも、はい、なんだ、The fruits of the成果だとか、はいはいはい、なんかそういうちょっとね普通とは違う意味とかまとまって載ってるんで、タワシチャンネル速読英単語の、はい、さっきのちょっとレベルが上のやつですね、上級編っていうやつ、はいはい、さっき必須編だったんですけど上級編もあって、はい、これも結構やったんですよ、はいはいはい、一緒のパターンです。へ、ちょっと細かい単語多いんで、あんまりそれを覚えきってるってわけじゃないです、うん、それは。こちらの方も東大の受験には出るとこですか？これはこれも僕あの長文載ってるんで、うん、あの多読用で使ってましたね、基本的には。あんまり細かい単語も多いんで、はいはいはい、必要ないのも結構入ってるかもしれないです。なるほどなるほど。はい、じゃあ続いて、はい、続いてじゃあこのリンガメタリカ、いやもうこれもまた速読英単語系なんですけど、はい、専門分野の言葉が載ってるんですよね、割と大学入試で使える、はい、テーマごとに分かれてるんですよ、長文で、はい、なんか例えば経済とか、はい、社会問題とか、はい、環境問題、科学とか、はい、それにちょっと普通の単語中よりそこにちょっと踏み込んだ単語が載ってる、ちょっと難しい専門的なものが多いのがこの、何ですか、リンリンガメタリカっていう。はあ、何回も読みましたね。そう、これはもう使ってどれぐらいなんですか？はい、これも当時僕十何年前もう初版のやつは使ったんですけど、これもまあ 2,3 年やってる、ね、すごいな。ちょっともう読めないです。その英語ちょっと僕読めないんで申し訳ないですけど、はい、その和訳というか、はい、訳されてる言葉が慈悲深い神とかそういうのは僕も覚えきってないですよ。そのなんか専門すぎるのも入ってるんで、蜂は花粉を集めるとか、そう結構そういう専門的な単語とかが入ったり、まあ、ちょっと甘いトウモロコシだけ面白いですけどこれすごいっすね。でも蜂の話結構出るんですよね、入試で。あ、そうなの。蜂の行動様式みたいな話、タワシチャンネル。はい、じゃあちょっとずつ減ってきてるんで、はい、でこれも多読系で、これあんまやってないんであんまよく分かってないですけど、え、そういうのもあります。はい、これも多読用で買ったんです、うん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 、そういうのが多いです。はい、このアイエルツのやつも、うん、これも多読用で買ったけど、はいはい、ちょっとレベルがやっぱり逸脱してるんで、へーっていう感じ。なるほど。じゃあこの2つあんまりまだやれてないと。アイエルツは結構やりましたね、多分3回ぐらいはやりましたね、はい、あとはもうだいぶ少ないですけど、はい、トフルを、はいはい、あの去年やるって言ってた時に、はいはい、結構勉強して、はい、単語帳です。熟語はほぼやってないですけど、はいはいはい、買っただけで。この全版のメルカリで安く買ったりしてました。あ、そうなんですね、はい、そうです、中古で。これは結構やったんですけど、うん、覚えきれてないですね。なるほどな。大学入試も超えてるんで、トフルは。あ、そうなんですね、はい、トフルは、はい、じゃあトフルを2つ。そうっす。そしてこれをまた、なんだろうな、これテーマ別英単語アカデミックっていう、うん、速読英単語の、うん、さらに上位互換なのか分かんないですけど、うん、それのちょっとおしゃれバージョンみたいなんですね。ちょっと、はい、デザインがおしゃれですね、これは。紙の感じとかなんか、そう、うん、紙質がなんかちょっとね、高級感ありますよね。いやいや、いるんですかね、川瀬さんにこれは。わかんないですけど、まあでも役立ってると。紙質いいですよ。紙質はいいですよ、別に。これそれもあんまりやってないです、正直、うん、あんまりやってないです。むちゃむずいっすね、これ。それ割とむずいっす、ね、ユダヤ教会堂とか、これもう川瀬さんに申し訳ないですけど、はい、ほとんどこれバツついちゃって。そうなんですよ、分かってないってことですか？覚えてないですよ、これ。まあでも難しいですもんね。これなんだ、アプリカボル。あ、ちょっと今でも覚えてないのが、まあ、難しい。まあもう一回多読用にやって、はい、ちょっとむずいかなと思って、それ以降あんまやってない感じです。あ、なるほど。まあじゃあやっぱり、はい、そのバランスというか、試験というか東大試験に合ってるか合ってないかっていうのもあるってことですね、はい、ありますね、はい、でラスト、ラスト英単語、ピーナッツほど美味しいものはない。いいっすね、このキャッチフレーズというか、はい、これ特徴があって、うん、なんでピーナッツかっていうと、はい、ピーナッツってあの鞘みたいな、うんうんうん、あれに2つ入ってるじゃないですか、はい、フレーズで英語覚えようみたいな、はそういう参考書で、単語帳でフレーズに載ってるんですよね、はいはいはい、うん、面白そうですね、はい、並んで、やっぱ英語
で、うん、コロケーションが大事なんで、うんうん、その同じ意味でも、ごめんなさい、コロケーションがちょっと単語のつながりみたいな、はいはいはい、単語1個じゃ覚えてもしょうがないですもんね。つながりが悪いとなんか意味が合っててもそれ使わないよねっていうことになるんで、組み合わせが載ってるっていうので英作文用に買いましたね、基本的には。ということで、はい、今ちょっとまずですね、全部数を今一度、はい、ちょっと調べましょうか、何個あるか。13ですね。13冊ありましたね、はい、じゃあ、13冊あって、はい、まとめると田中さん実際使ってるのは何個なんですか。よく使う、まあ使ってると言えるのは、うん、これですね、はい、田中さんが実際によく見て使うものはこの、はい、まあ、そうですね、やってたのはこれです、はいはいはい、こちらということで、はい、これです。これが田中さんの本当におすすめ今する、はい、まあこれはもうみんな知ってるけど、はい、これをメインでやってました、ほぼ。なるほど。で、おすすめはこれです。はいはい、はい。参考紹介でも言ったんですけど、はい、これおすすめ、あんま知らないと思うし。はい。あと、リンガメタリカ。はい。これ、長文結構難しいんですけど。うん。これはちょっと入ってなかったですね。入ってないですか。ということで、はい、はい。まあ、今ののが主要で使ってて、他のやつを、ね、まあ、たまにバランスよく使ってるっていうことで、はい、まあ、今回見た方々は分かったと思うんで。そうですね。多分、いろいろ見てみて、うん、可能ならいろいろ見て自分のやりやすいやつでやるのがいいんじゃないでしょうか、はい、実際僕もそんな使ってないですし。そうなんですね、はい、まあちょっと一番大事なのが今回は田中さんの本の整理をしようというところが大事だったような気がしました、はい、そういう結論になっちゃいましたが、はい、はい、お腹痛くなってきたっす、ね、急にということで、はい、田中さん、じゃあ今回はですね、はい、僕の使っている英単語帳を紹介していただきました。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。